そう、それだ。怒れ、憤怒しろ。この工場にある魔人のエウサにとって、憤怒は最高のエサ。どうしたんだよ、しっかりしろ。あんたの力でも、なんで。私はスネージナヤの施設なのよ。私に手を出すのがどういうことか。私に刀を振るなら、あんたの国を、あんたが大事にしてる稲妻を、私たちバディが。止まれと言ってるの、これは命令よ。あんた、それにあんたたち、私がこんなとこで。あなたは永遠の敵ですが、勝者の栄誉は認めましょう。生きてこの天守閣から去ることを許します。いつの日か、雷帝に相対する者がこの地上に現れる。またお会いしましたね。なんじゃ、今さら思い出したのか。ミコ、これはあなたの計算ですか。意識を物体に憑依させる技、誰に教わったか忘れたとは言わせぬ。もしや何時、己の願いだけで A の意志に勝てるとでも。何時はここにいるだ。彼らの願いはとっくに何時に宿っておる。じゃから目を閉じるがよい。メガリレーを廃止してほしいです。雷光がひらめく場所には影ができます。
私は影。無双をもって稲妻の前に立ちふさがる全ての障害を取り除きます。しかし一歩前へ進むたび何かを失っていきました。そして最後には彼女さえも失ったのです。あれらの事跡は今も雷王の木陰で語り継がれています。しかし失ったものがこの国に残した烙印は今なお燃え続けています。探しましょう。たとえそれが周囲の光だとしても、少なくとも私たちには今があるのですから。彼女はそう言いました。しかし必死に前へ進む国が天理を前にして全てを失ったのを私は見ました。雷光を保つためには時を止めるしかないのかもしれません。今とは儚い幻想であり、永遠のみが天理に最も近づけるのです。私はもう影ではありません。この身こそ意図尊き存在、天下を太平せし者、臣民に夢を与えると誓いましょう。未来永劫、不変の永遠を。その後ライデン将軍はメガリレーを廃止した。人々の願いはあやつの閉ざされた心の扉を開けたんじゃ。一心浄土以外にあやつは人々の目に永遠を見た。願いがひときわ強く輝いた時、神はその者に眼差しを送る。ある願いは痛みを拭い勝機をもたらし希望を呼び起こす。ある願いはたとえそれを持つ者の身が滅び魂が天に帰ろうと、生まれた時と変わらず真摯に熱く燃えゆく。そう、永遠に。九条家の誇りは優に始まり、宙を掲げ生死を超える。あなたの刀がその重みに耐えられますか？ご指導のほどお願いします。
これが永遠の中にある変数ですか。しかしその誇り、まだその地に残っていたようですね。